毎回すごく楽しく聞かせてもらっています。うん、心理テストを見つけたので、よかったらやってみてください。おー。なるほど。はい、いきます。うん、あなたは、新しいペットを飼いました。うん、愛情を込めて名前をつけたいと思います。うん、さて、あなたはどんな名前をつけますか？うん、A、彼女や元カノにちなんだ名前。うん、B、いかにもペットらしい名前。うん、C、斬新で未来的な雰囲気のする名前。うん、D、花や石、自然物にちなんだ名前。ほう、はーい。相性とな。はい。どれを選んだか教えてほしいであります。なるほど。なるほど。さて、どんな感じかの？ね。うん。どんな感じでございますか？博士はワンちゃんを飼っていらっしゃるでしょ、うん、博士の息子さんが飼っていらっしゃる。わしの息子の愛犬じゃな。なるほど。うん。わしは飼っておらんから、この研究所で欲しいなと言っとるわ。ああ、なるほど。そういうことか。でも私がいるからいらないんでしょう。まあ、それも含めていろいろ考えようかという結論に達したんだわけだよ。そうでしょか。悲しそうな顔をしていらっしゃる。お前は十分可愛いじゃん。嬉しそう。さてさて、何だったかの。別の名前であります。ああ、そうじゃな。なんか、息子の名前は、はい、あ、息子の愛犬の名前は確か、ゆきちゃんという名前だったのでな。ゆきちゃん。ゆきちゃんという名前だった。わしは逆にそうだな。せっかくこういうことをやっとるからの、近未来的な名前にしてみようかな。近未来的な名前。C でありますね。うん、私はですね。は。そうですね。まあ、近未来的な名前というのもいいなと思う。近未来というよりは、うん、まあ、斬新な方がいいんですけれども、うんうん、でも、まあ、あえて D にしてみましょうかね。自然物にちなんだ。おぉ、なるほど、なるほど。うんうん。まあ、生きてるものですからね。自然なもので。そうじゃな。はい。うん、なるほど。で、後藤くんは？自分は B であります。B が何だったかな？いかにもペットらしい名前。そのまんまの名前をつけたいです。なるほど、なるほど。うん、ポチ。いいじゃないですか、ポチ。わかりやすいな、呼びやすいの。呼びやすい。うん、そんな感じの名前が好きであります。なるほど。はい。で、ちょっと結果の方を教えてくれるか。はい、これでわかる答えはですね、うん、どれだけポジティブかがわかります。ほう。はい、うん。では、それでは皆様が選ばれなかった A、うんうん、A を選んでくださった人々の答え。うんうん、ポジティブ度 45%。うんうん、なるほど。これを選んだあなたは、情の深さはあるのですが、受信的で、受け身的、うん、受け身的で、自分の人生を他人の影響で生きてしまうところがあります。うん、相手からの反応を思い切り期待してしまっているので、うん、ちょっとした変化で一喜一憂してしまうかもしれません。はあ、自分のペースをつかみ、常にポジティブな方向性を選び取れるように意識しましょう。うん、相手がいるいないに関わらず、自分が何をしたいのかを追求しましょう。なるほど。ということであります。はい、受け身なんじゃな。はい、うん、では、B、B を選んだ。後藤と一緒の人、うんうん、ポジティブ度 75%、うん、おー、結構ポジティブだな、うん、75%、うんうん、これを選んだあなたは思いつきで行動しやすく、うん、その場を能天気に乗り切ってしまいます、うんうん、トラブルはひょうひょうとクリアしてしまいそうです、うん、クリアしてる、うん、クリアしてる、うん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 、名前や形にはそれほどこだわらず実質を見ることができるでしょう、うん、ただしこだわりがない分だけダメな時の粘りには欠けるかもしれません。当たっているぞ、うん、途端に当たっている。でも素早い切り替えで次の楽しいことやラッキーをつかむことができるみたいです、うん、なるほどね。では続きまして C、C の博士、斬新で未来的な雰囲気のする名前を選んだ人、うんうんうん、はい、ポジティブ度、うん、90% であります。ポジティブじゃのー、ポジティブじゃのー、めちゃくちゃ嬉しそうであります。ポジティブです。ありがとう。はい、これを選んだあなたは、うん、将来についてかなりポジティブなものの考え方をしているようです。なるほど。はい、他人とは違ったオンリーワンを目指すところがあります。オンリーワン、オンリーワン、新しい道を切り開くことが好きで、うん、やってみなきゃわからないこそチャレンジしたいと思うようです、うん、はい、ただし、うん、ただし、うん、ポジティブが行き過ぎて、うん、常識が欠落していって、うん、しまうかもしれません。なるほど。はい、うん、失敗について深刻にはならないのですが、うん、反省心は足りないかも。なるほど。反省心か。大切な言葉じゃ。ミス。なんだか。は、続いて参りましょう。うんうん、D であります。花や石、自然物にちなんだ名前を選んだ平川研究員と一緒の答えの人々。おい、ポジティブ度
60% であります。おお。これを選んだあなたは、普通のポジティブ度と言えるでしょう。なるほど、なるほど。好きなことには前向きで、一生懸命になれるはず。でも、自分自身の専門外のことや、あまり乗り気になれないことに関しては、思い切り引いてしまうこともあります。なるほどな。着実なものを求めるよりも、確率の低いことにもあえてチャレンジしてみることで、新しい世界が開けるはず。おお、なるほど。不得意に思える憧れの趣味にトライしてみましょう。なかなかこれ3人のキャラクターが出て面白いやったな。当たってるところもあります。当たってるところもなかなかあるな。本日も興味深い研究結果が出てよかったな。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと待ってくれ。ちょっと電話じゃな。あ、もしもし。あ、息子か。あ、うんうん、どうした。お、ゆきちゃんがちょっとお腹を空かしてる。帰ってきて餌やってくれ。ああ、しょうがないの。あ、ゆきちゃんが、あ、よしよし、ああ、かわいいの。じゃあすぐ帰ってやるからな。ちょっと待っててくれとも。おい、ご登場しよう。なんか皆様にお願いあるんじゃろ。早速やってくれとも。はい、博士。このコーナーではやってほしい心理テストや皆様の結果、感想など大募集しております。メールはこのホームページの投稿フォームより投稿できます。よろしくお願いしますであります。ゆきちゃん今帰るからの。もういないよ。